は豪天大輔は気迫が全身から溢れてますね。もう殺気が出てますね、はいはい、もう両選手ともね、もう打ち気満々だと思うんですけど、奥野選手はとにかく、ね、最初から行ってやろうという気持ちがあると思うんですね。そうですね、はい、気迫が出てますね。ウェルター級グランプリの準決勝の一つ目の戦いです、この第10試合。勝ち上がるのは果たしてどちらか。第10試合ウェルター級5分3ラウンドの第1ラウンドです。黒のトランクス、金のラインが入っておりますのが杉村隆一郎です。対する黒トランクスが奥の豪天大輔。杉村選手はジャブで距離を測ってますね、距離を取ってますね、はいはい、リーチ長いんで、手を伸ばすだけで結構有効だと思います、あれ、はい、いい牽制になりますね、はい、さあ睨み合う序盤戦です。多くの選手としては、はい、より深く踏み込む必要があるんですね。より深く早くですね、はい、場内からも歓声が起こっておりますウェルター級グランプリの準決勝です。それから左にかぶせるからですね、はい、左のジャブを当てていく杉村です。打撃でいく杉村が攻める。奥野が捕まえようとする。さあ一転して上になって杉村がパンチを落とす。ひたすらパンチのラッシュは杉村。杉村が攻めきれるか。下からこれを嫌がるのが奥野。背水の陣奥野豪天大輔。一瞬嵐が吹き起こりましたね、はい、そうですね、いい攻めでしたけど、ただそんなもらってないですね、はい、中村選手、まずは杉村が先行していきますね。そうですね、何が当たっちゃったのかなと思ったんですけど、ね、はい、膝が当たったのかな。この展開が手前ですか。さあ、ね、はい、上からパンチを杉村が下ろしていく。奥野これをしのげるか。どうにか足で入れようとする。下から奥の上から杉浦がパンチを落とす。肘もあれですね、効いていいと思ってますね、はい、ショートの肘がことごとく当たってるんで肘を落としてるんですね、はい、相当嫌だと思いますね。奥の今のところは防戦一方です。さあ上から杉浦、ここのまま攻め勝利をもぎ取れるか。流血しましたね。そうですね、奥野の方が少し血が出ているようです。場内から奥野コール。中村選手、奥野ここからどう巻き返したいですかね。一旦休んででもいいと思うんですけどね、はい、ここで、もう立てるんだったら立ちたいですよね、はい。杉村が容赦なくパンチを落としていきますが、抱きついております奥の豪天大輔。そこにパンチを当てる杉村です。リーチの長さをうまく使って、はい、相手強いの打ってますね。あの体勢でからでも杉村はその手足のこの恵まれた体格をうまく活かしてますね。回してうまく活かしましたね、はい。肘はすごいショートで打つんですよね、パンチも見せ狭ければ肘を入れて終始圧倒しております杉村隆一郎が再びパンチを上から落としていく。流血しております奥野。常に引退と隣り合わせの戦い、それほどの気合意気込みで臨んだこのグランプリ。どうにかしのいでいきたいところです。第1ラウンド残り時間は1分です。さあパンチで仕留めに行く杉村。わ、しのいたいです。しのいで2ラウンド持ち込みたいですね、はいはい、第1ラウンドは杉村が圧倒しています。下から蹴る。奥野も巻き返せるか。後ろからトラックですね、はい、
削られてるのはしょうがないんですけども、まあ、決定打はもらわないことですね。どうにかこのまま第1ラウンドを逃れようという、ね、奥野です。しのぎ切りたい奥野。第1ラウンド時間がない隅村。上からパンチを落として、しかしここで第1ラウンド終了です。隅村が圧倒する第1ラウンドとなりました。そうですね、圧倒でしたね、はい、中村選手、奥野はどうにかしのぎ切って第2ラウンドを迎えますね。そうですね、まあ、こうなってからでも一発逆転があるのが奥野さんの持ち味ではあるとは思うんですけど、それでもかなり削られたと思うんで、かなり厳しい展開です、ね、ここから底力を見せられるか奥野。奥野選手のセコンドではですね、はい、この石渡選手がついてますね、隅村選手やっぱりリーチがあって体格大きくて生かしててすごいいい戦い方します。はい、ちょっとでもチェックが入ってますね。そうですね、切れた部分が、はいはい、肘ですかね。隅村上から肘を落としておりまして奥の流骨がありました。第2ラウンドの開始です。奥野が無直に前に出ていく。そのままコーナーに押し込んでいきます。一旦離して隅村ここで攻めていく。奥野が意地を見せようとする。しかしこれを返り討つ隅村。中村選手はこの隅村のこのリーチのある体格どう攻めていきたいですか。まあ、僕だったら組みに行きますね、はい、ただ組みに行った時にしっかり、隅村選手組み相撲で対処してるんですよね、はい、脇刺されないように、それがすごい嫌だと思いますね、奥野選手にとって、はい、そこがあるとなかなか組んでも容易には。そうですね、ああ、ひだとボディが入った。いいですね。さあそのまま今度は隅村が攻めていく。第1ラウンドの再現となっていく。隅村の一発から流れが一気に傾いた。さあ第2ラウンドはしかしまだここをしのぐには時間があるぞ。今のは相当効きましたね。あそこまでリアクションしましたからね。そうですね、はい、そこから上になって隅村です。奥野にこれを返す。まだスタミナはあるか、力は残っているのか。ボディー、はい、ダメージって、なかなか抜けないですよね。顔面の方が、はい、ダメージ抜けやすいんですけど、はい、ボディーはやっぱ響いてくるんですよね。しばらく休んでもなかなか、はい、なかなか回復は時間がかかるんですね。試合中に回復するのはなかなか難しいですね。ボディーに食らってしまいました奥野。細かく打つ肘がすごくいいですね、はい、本当にショートの距離で、ごちごちやるだけなんですけど、あれだけのショート相当効くと思うんですね。空間はなくても少しずつダメージを与えられるわけです、ね、高さはないですけど、はい、場内からは奥のコールの大歓声。この声援の力に受けて巻き返せるか。本当に狭いところでも肘が落とせるわけですね、はい、そうですね。隅村隆一と1回戦では雄太に一本勝ちをしてというところです。中村選手、この雄太ももちろん中村選手とタイトルマッチを挑めるそれだけの実力者だったんですが、それを倒しきった隅村。そうですね、強いですね。そうですね、ここまでは戦い掌握しております隅村隆一郎です。場内は悲鳴にも似た歓声が奥野に飛んでいる。しのげるか奥野。
ボディへダメージを与えて倒して一気に杉村、ウェルター級グランプリ準決勝。さあ奥野はこれを巻き返せるんでしょうか。そうですね、1ラウンドはしのいでだと思うんですけど、はい、2ラウンドもそういうところになると本当に最後の逆転の一発にかけるようになってくるんで、はいはい、厳しいですよね、この選手としては。もうみるみるここで体力を取られながら、はい、早く立ち上がりたいですね、はい、しかし上からがっちりと杉村が抑え込んでいます。第2ラウンド残り時間は1分です。これをしのいで、しかし第3ラウンド何ができるかというのもまた苦しい状況です、奥野。一発でかけるしかないので、はい、あ、バントまで来ましたね。さあここで体を返したいんですが許しません、杉村。第1ラウンド第2ラウンドともにこの杉村が上になっている時間が長いです。そこから細かいパンチ、この肘、ね、畳んだ肘を落としています。これ滑らすんですよ、手を、はいはい、さあ第2ラウンドも時間がない。最後にパンチを入れて杉村、肘も入れております。第2ラウンドの終了です。中村選手、奥野は第1ラウンド第2ラウンドともにしのぎ切ったんですが、そうですね、いやここから、はい、逆転と考えるともう大変ですね。もうあとはもうがむしゃらに攻める。そうですね、やっぱりスタンドのパンチに活路を見出すことしかないかなとは思うんですけど、はい、まあ、もちろん杉村もそれは頭に入れながらですね。そうですね、はい、冷静に対処してくると思いますね、はい。ちなみに今セコンドで映ってたのが、はい、K-1 ファイターの浩二選手ですね、はい、いいファイトを見ましたところ、その浩二選手から左のハイキック打ち切れんで、そうですね、まあ、あれですね、はい、あの仲が良くて、内定を説明したですね、はい、レジしてるみたいですね。俺の方が上手いですよというコメントもありましたね。そうですね、奥野選手逆転で一発でいきましたね。ファイナルラウンドです。場内のボルテージも最高潮へと上がっていく。場内の奥野コール、それを力に変えて攻め切れるか奥野。さあ杉村もその動きを冷静に見ながら牽制を入れています。黒のトランクスに黄色のライン、杉村が取りに行った。岩根のフックですね。しかし奥野も負けずに倒しにかかる。杉村が行きましたね。そうですね、意外でしたね、第一で圧倒的優勢だったのに、はい、さあここ最後のチャンスになるか奥野豪天大輔、このファイナルラウンド。ここからの秘策はあるか奥野。杉村が畳んでパンチを入れています。ここはなんとどうですかね、なんとしても手札を奪ってパンチを持ち込むべきですかね、はい、そうですね。スタンドだったら先ほどの三日月蹴り化されてしまったので、はい、ちょっと不利かなってのがありますよね、はい、先ほど第2ラウンドボディに奥のダメージを受けて、そこから杉村に攻めを許してしまいました。再び離れて奥野の右フックは空を切る。ああ、奥野もしかしそれでも手を出していく。中村選手、ここから打撃でいきたいところですよね。そうですね、またしかし杉村も冷静にキックも入れながら、杉村のこの蹴りが奥野のボディを捉えている。倒れた奥の杉村が覆いかぶさった。
この第3ラウンドもこの時間が長くなると奥野は絶体絶命だ。小さくパンチを入れる杉村、厳しいですね。中村選手、ここまでは奥のナイススベがなかなかないですね。そうですね、もうポジション失ってもいいから立ち上がりに行って、はいはい、勝負するしかないですけど、打撃も打撃蹴りがあるんで、杉村もパンチと蹴りを混ぜて うまく制してますね。苦しそうな奥の顔を血に染めながら激闘を見せておりますが、この肘がですね、本当に嫌ですね。なかなか奥野も休めるところがないですね。はい、まあね、抱えて、はい、その距離を潰してしまったのが肘があって、奥野はグリターカウントが来るっていう、はいはい、これが杉村の奥野に何もさせない戦い方を見せる杉村です。横から固める格好になって、そこからもう一回、場内は奥のコールなんですが、この声援に応える攻めを見せられるか奥の。ちょっとはい、体調ポジションを変えようという感じでもなさそうですよね。はい、奥野選手はその余力が果たしてまだあるのかどうか。終始抑え込まれています。苦しそうな表情です奥の。5点体制、立ち上がる感じでもないですね。残り1分、ここからの逆転を見せられるか。下から上がく奥野、それを抑え込む杉村。中村選手、終盤になっても杉村選手は冷静ですね。そうです、冷静ですね。決め焦らないし、はい、ポジションを失わないようにしっかり寝技してる印象がありますね。奥野もどうにか上がくんですけどね。そうですね、返されないですね。はい、隅村がこのまま抑え込んでいる。何でしょうね、ブレイクされないようにちょっと動いてますよね。はい、あっと危なくなりましたね。腕を取りに行った隅村が決めにかかったが、奥野の戦いはここで終わるのか。あがいている、もがいている奥野。同点大輔離れた。ここで試合終了、5分3ラウンド終了。ベルター級グランプリ準決勝第10試合、判定へと持ち込まれました。終始圧倒したのは杉村。そうですね、強いですね。寝てよし、立ってよしですね。最後ね、こう抑え込んでるだけじゃブレイクされてしまうんで、常に動いてたんですよね、杉村選手。はい、で動いて、いいポジションで関節を仕掛けてみたいなのって、はい、ちょっとこう戦い方も良かったですね。完全に掌握した攻防、はい、でしたね。中村選手、奥野選手はもう成功を突き当ててという格好ですね。そうですね、あーしんどい試合ですね。見てても、はい、見てるだけで疲れました、はい。さあ、この後この第10試合判定に委ねられまして、ラスト判定です。勝ち上がるのは果たしてどちらなのか。ジャッジ小池、青杉村、ジャッジ正座は青杉村、青杉村、今日勝利を目指せ、勝者杉村隆一郎。判定3対0、圧倒しました杉村隆一郎が、雄太に続き奥の豪天大輔を下して、ベルター級グランプリの決勝へ駒を進めました。熊川さん、はい、納得の戦いというところなんでしょうかね。そうですね、まあ、本当圧倒でしたね。いやでも
ね、杉村選手、関西でもちろん活躍してたわけなんですけども、はい、中央ではですね、あまり知られてなくて、はい、ディープ参戦してですね、一時で決勝進出されたと、はい、まだダークホースですね。いや、中村選手にもこれは深く刻まれたんじゃないですかね。そうですね、杉村選手強いですね。はい、この杉村を中村選手だったらどう迎え撃つのかというのも見てみたいですね。そうですね、奥の豪天大輔、気迫十分ではありましたが、これをうまくしのぎ、そして第1ラウンドから終始圧倒していきました杉村隆一郎です。セミファイナルというこの第10試合ウルター級グランプリ準決勝、いやこの後佐賀県片平投げ差し行き、どちらが勝ち上がってもこの杉村の戦いは決勝でも堂々としたものが期待されます ね、 そうですね、はい、強さを見せつけました杉村。直伝の左ハイキックはまだお預けという格好ですか ね、 はい、まあ、でもやっぱり、ね、この淡路島が育った、ね、はい、選手が、はい、こうやってね、決勝戦も上がってくるわけですからね、はい、夢がありますよね。会心の笑顔を見せております。まあ、本人にとってはね、やっぱりその地方から来るってことで、はい、やっぱりその一戦一戦がやっぱ勝負なんですよね。下手な試合するとまた呼んでもらえなくなってしまう、はい、恐怖もあるので、十二分にその名をアピールしたのではないでしょうか。杉村の手にはマイクがあります。こんばんは。ちょっと、マイクを出されて、ちょっと一番最初に言いたいことあるんですけど、ちょっと今回から、所属が、トリニティサンズからフリーになったんですけど、ここまで来れたのも、誰に何と言われようと、トリニティサンズ須田代表はじめトリニティサンズの人たちのおかげだと思っているので、本当にここをこの場を借りて、お礼言いたいと思います。本当にありがとうございます。そうですね、この後、この後じゃなくて、先ほど試合していただいた、奥野選手、本当に強かったです。でも、次、やるメインの、長谷川選手と風間凪沙選手、2人とも強いんですが、まあ、勝っても負けても両方ちょっと負けたらその場で終わりなんですけど、まあ、決勝まで上がってきても僕と戦わないといけないので、ちょっとかわいそうかなと思ってます。それで最後に、本当に、僕は淡路島出身なんですけど、本当島からでも田舎からでも本当に死に物狂いで努力すれば、一番になれるということを証明したいと思ってます。これからも応援お願いします。ありがとうございました。見事勝利を収め、決勝言葉通り頂点に進む勢いがありますよね。そうですね、大手かけましたね、はい、そして古巣への感謝もしっかり忘れず、その教えを胸にこの後も戦いが続いていくことでしょう。第10試合ウェルター級5分3ラウンド準決勝1つ目の戦いは杉村隆一郎判定3対0で制しました。